自分なんて無理、失敗が怖いという子が自分ならできる、やってみように変わります。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターオカッチです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは、キッズスポーツで自己肯定感を伸ばす親の関わり方です。僕はバスケットボールというスポーツによって 自分なんて頑張っても無理や僕の意見なんて誰も聞いてくれへんここにいてもいなくてもいい存在なんやって思うようになりましたしかし大学時代に始めたラクロスというスポーツによって自分ならできる僕は意見をしてもいいんだ僕はここにいてもいい存在なんだって思えるようになったんですつまりスポーツによって 生きる上で大切な自己肯定感が高くなることもあれば低くなることもあるんですすべては子供の周りにいる大人がどう子供と関わるか次第です今回はアメリカの大学院でスポーツ教育を学んできたオカッチがキッズスポーツにおいてどのように自己肯定感を伸ばしていったらいいのかその親の関わり方を厳選して 5つ紹介させていただきますこの動画を見ていただければ今現在自己肯定感が低いお子さんでもスポーツだけではなく 学校でも学校を卒業しても自分の力を発揮して自分らしく輝くそんな力を手に入れることができると思いますので最後までご覧くださいこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてお子さんの天才性を発掘することにフォーカスした動画を発信してますえ興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします あとツイッターとかインスタでも発信してます概要欄に SNS 一覧を貼り付けてますのでフォローよろしくお願いしますそれでは行きましょうスポーツキッズの自己肯定感を高める親の関わり方その1子供にジャッジさせる自己肯定感とは自分で自分にイエスと言える状態です他人がなんて言おうが自分が良いって思ってたらそれでいいんです もちろん人の意見、他人からの評価を聞くことも大事なんですけど、そればっかりだと自分で評価する習慣が身につきません。特に子供はお母さんとかお父さんとかコーチ、そしてチームメイトが自分のことをどう見ているんだろうって周りからの評価が気になるんです。お母さんの目を気にしたり、そして実際に今日の試合どうだったって尋ねてくることも多いのではないでしょうか。 そんな時は、親が自分の評価を伝える前に、たけし君はどう思うのって聞いてあげることが大切です。ただ、実際プレイしている時は夢中になっていて、プレイが終わった後にどうだったのかなってわからないことも多いと思うんです。そのような時は、ビデオを撮ってあげて、そのビデオを見せてあげるんです。 そして、たけしくんどう思うって、その意見を聞いてあげた上で、お母さんにしか気づかないポイントをフィードバックしてあげるのもありです。このビデオでは、たけしくんがシュートを打とうとしてるときに、えっと、ひろしくんがノーマークだと思うけど、どう思うほら、これ、ドリブルしてるときに、えー、まだボールを見ていると思うけど、どうかな このように自分がフィードバックした後にでもお子さんの意見を聞いてあげるということが大切です。二つ目、結果ではなくプロセスを。結果というものはコントロールできません。どれだけ頑張って、どれだけ努力して、どれだけ練習して最高のパフォーマンスをその試合で出すことができたとしても、勝てるかどうかはわからないんです。 そのようにコントロール、自分がコントロールできないものに意識とか力を集中させると本来やるべきコントロールできることに対する力が弱まっていきます。そして僕めっちゃ頑張ったのにやっぱり勝てないんだという無力感が積み重なっていきます。そのような無力感がどんどん積み重ねれば 俺は努力しても無駄なんだ。頑張ってもダメなんだってなってしまって、新しいことに一歩踏み出せない。失敗が怖くなって、行動できなくなっていきます。これは心理学では学習性無力感と呼ばれています。このような状態は避けることが必要です。ですので、フォーカスすべきポイントは、子供がコントロールできることです。結果ではなくプロセス。 努力とか、準備とか、練習のやり方とか、練習のメニューとか、スケジュールとか、それは子供でコントロールできます。そのようなコントロールできることに目を向けさせる声掛けをすることがポイントです。例えば、結果にフォーカスする声掛けはこんな感じです。今日、どっちが勝った何点取った優勝できた そしてこれはプロセスにフォーカスした声掛けです。今日も頑張ってるね。左のドリブルちょっと上手くなったんじゃないたけしくんが今日も楽しそうに練習してて、お母さんも嬉しいよ。3、他人と比べない。先ほどお伝えしたように、他人というものは自分でコントロールはできません。 ですので、コントロールできない他人との勝ち負けで自分を評価していると自己肯定感が下がっていきます。チームメイトと比べない。対戦相手と比べない。兄弟と比べない。その代わりに過去のその子と比べる。子供自身に自分と比べる習慣を身につけさせることが大事です。まさしくんより早かったよ。 この中で一番上手かったよ。このような褒め言葉であっても NG です。まさしくんに負けたらダメなんだ。一番じゃないと認めてもらえないんだ。そのような思考が身についていきます。前回のタイムよりも3秒早くなっていたね。なんだか前回の試合よりも今回は楽しそうだったよ。前回はシュート1本も打ててなかったけど、今回は3本打てたね。 このような、その子自身の過去と比べるような質問、そして声掛けをしてあげましょう。四つ目、輝いている写真を飾る。子供が一番輝いている写真をいっぱい飾るんです。 シュートを決めたとき、ドリブルがうまくいったとき、ガッツボーズをしているとき、チームメイトと喜びを分かち合っているとき、そんな成功しているシーンとか、それを見たらワクワクして自信が高まるような写真を飾ってあげましょう。写真じゃなくてもビデオを見せてあげることでも OK です。オリンピック選手は試合前すごく緊張して不安になります。その不安や緊張を 追っ払うために自分が成功しているシーンを頭の中でもイメージして実際にビデオで見てそのイメージを固めていくんですそうすれば不安とか恐れとか心配がどっかに行ってしまって一歩踏み出す勇気そして自分ならできるんだというような自信が高まっていくんですですので日頃から写真を撮ったりビデオを撮ったりしてあげることが大事ですね大事ですねこれ不思議なんですけど カメラを持って写真を撮ろうというマインドになると世の中のいいところがたくさん見つかるんです。普段見えてなかったお子さんの素敵なところが見つかります。でそれが見つかったらそれを伝えてあげることも自己肯定感アップにつながります。五つ目、これが最後です。人格とスポーツのパフォーマンスを切り分ける。 子供はスポーツに夢中になるとスポーツのパフォーマンスイコール僕の人間としての価値になってしまうんですスポーツがうまいだから僕は偉い人間なんだすごい人間なんだスポーツが下手くそだから僕はダメな人間なんだここにいたらダメなんだそうなってしまうんです そのように、スポーツと人格が一体化してしまうと、もう失敗するのが怖くなって、常に周りの人はどう思うのかなって、周りの顔色ばっかり気にしてしまい、自己肯定感が下がっていきます。ですので、その子の人間としての価値と、スポーツのパフォーマンスをちゃんと切り分ける、そういう意識を持つことが大事です。 スポーツが下手でも、スタメンになれなくても、試合に出れなくても、あなたは人間として素晴らしいんだ。そして、お父さんもお母さんも、あなたのことが大好きだよと、そういう意識を持って、そういう言葉がけをしていくということ。例えば、スポーツで負けて落ち込んでる子に対して、だからお前はダメなんだよ。ちゃんと練習しないからだよ。次は勝てるように頑張ってね。 このような声がけをしてしまうと、スポーツで勝てなかったら僕はダメなんだ。お父さんにもお母さんにも嫌われてしまうんだ。というような意識がもうついていくんです。深い深い深い潜在意識に根付いていくんです。ですので、スポーツで負けて落ち込んでいる子に対しては、その子の気持ち、まずはその子の気持ちにちゃんと寄り添ってあげて、そばにいてあげるということです。 でどんなことがあっても私たちはあなたの味方だよというスタンスで包み込んであげるそれが大切です以上です今回はスポーツキッズの自己肯定感を高める親の関わり方を5つ紹介させていただきましたまとめです見ますね 1>, 1つ目子どもにジャッジさせる 自分の意見や自分が評価をする前にまずは子供がどう思うのかを聞いてあげましょう2つ目結果ではなくプロセスを結果というものはコントロールできませんコントロールできないことに意識を集中させると僕めっちゃ頑張ったのに負けてしまった僕はダメなんだという学習性無力感が積み重なって努力できなくなってしまいます ですので、コントロールできることにフォーカスした声掛けをしてあげましょう。三つ目、他人と比べない。これも先ほどと同じで、他人というものはコントロールできません。ですので、過去の自分と比べるような質問や関わり方が大事です。四つ目、輝いている写真を 飾るとということその写真やそのビデオを見たら自分の成功するシーンがイメージできる自分ならできるんだってそう思える写真やビデオを飾るそして見せてあげることがポイントです5つ目人格とパフォーマンスを切り分けるということスポーツでうまくいこうがうまくいかなかっても努力がせんかったとしてもあなたは人間として素晴らしいそして 私はあなたが大好きなんだよという意識を持つ意識が言葉を作り行動を作っていきます意識を持つこと大事ですねはい以上です少しでもためになった勉強になったという方は高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです一つ告知ですえー、2020年9月に子供の生まれ持った才能や魅力を発掘する 天才性発掘プロジェクトというオンライン型のいや違うアウトプット型のオンラインスクールを立ち上げました LINE で動画が配信されてその動画を見てその動画の課題を答えてまた送ってもらうというようなめちゃめちゃシンプルな、えー、プロジェクトです LINE ができたら誰でもできます、えー、現在、えー、50名近くの方が申し込んでいただいてます、えー、興味がある方は概要欄からご確認くださいこのチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてあなたのお子さんの天才性を発掘することにフォーカスした動画を配信してます、えー、興味がある方はチャンネル登録お願いします はい、ということで、えー、以上です、えー。それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。さよなら。スポーツは最高